皆さんこんにちは、アフロマスクです。今回はですね、新たにアフロマスクサーバーに導入したモッドについて説明していきたいと思います。まずはチャット欄にスラッシュ LOCATION ですね、ロケーションです。これを打ち込んでエンターをしていただくと、はい、このようにあなたの座標ですね、これが表示されます。www.lastnuts.com っていうところです。ここにこの XY は高さなんで関係ないんですが、 XYZ を入れていただくと、ここに座標が表示されるようになっています。ちょっと面倒なんですが、これでまあおおよその現在地ですね、正確な現在地が分かるようになります。はい、ということで家の修復ですね、家の修復モッドなんですが、こちらのピッケルで自分の土台上のものをですね、修復できるようになりました。例えば1回これでヒットオンモアタイムリムーブウッドウィンドウですね、もう1回叩くとこれで、あ、はい、このように壊すことができます。はい、これはもう屋根も土台も自分の家のものなら壊せる形ですね。闘技場ですね、闘技場を設置しました。で、参加方法なんですが、またこれチャット欄でスラッシュ JT1、 ここは数字1か2ですね、これでチームが分かります。で、エンターですね。はい、これで今メイン画面で出てきたサクセスフリーっていうのが、チームに入れたということです。これで待機していると、そこの場所に飛ぶことができます。これですね、こちらがアリーナです。で、来ると自動的にこのように武器や防具ですね、全部配布された状態ですねになるので、ここで準備をしてスタートする感じです。まあ、チームデスマッチモードですね、モードは。これで相手を倒しに行く感じですね。こんな感じでチームに分かれて、ああ勝ったのかああ、でこれ戻ってくるときは勝つと、このように回復アイテムが1個手に入る形ですね。で、一応元来たところに戻ってくるみたいです。もう一回やってみましょうか。これで JT2 とか、2がチーム2ですね。で、チーム2は誰か入っていてバランスが崩れているので今入れないという表示ですね。なので JT 半角スペース1です。これで、はい、できました。これで自由にやれる感じですね。ダメージ食らってますね。はい、これで今アンバーアリーナから2プレイヤーが今待ち受けが待機ロビー画面ですね、ロビーにいる形になります。で、20秒後にスタートする形ですね。で、一応プレイヤーは最低2名から最高10名まで参加できる形です。お、来た。なんか変なところにリスポーンしますね。ちょっとこれは直さなきゃいけないな。これで、おお、勝ったみたいですね。はい、こんな形です。